今日は TikTok、Instagram、YouTube でよく聞かれる髪型どんな風に注文してますかっていう質問にお答えしていきたいと思います。プロフィールから Instagram オートビルドで Instagram 見ていただけると嬉しいです。いや結構コメントくるんだよね、髪型の話は。でも最近僕髪切ったんですよ、ちょっと短く。パーマね、かけたのも半年前ぐらいなんだけど、僕のパーマの頼み方は基本的に一番太いロットで強めにかけてくださいって言ってます。髪かかりたての時は細いロットでパーマ巻いてもらった方がパーマかかった感すごいんですけど、太いロットでパーマかけてもらってそれが取れてきたぐらい、今ぐらいがすごい調子よくて、なんかもう最近は一番太いロットで巻いてもらってます。パーマね、結構皆さん多分細いロットで巻こうが初めパーマ感がすごいんで細いロットで巻いてもらってると思うんですけど、太いロットで巻くと変わった感じが出ないんですけど、結構スタイリングで全然変わってきます。スタイリングで全然パーマ出てくるんで、皆さんちゃんとスタイリングした方がいいですよ。僕の経験上パーマかけてもスタイリングしなかったらあんまりボワってするだけであんま意味ないです。しかも僕みたいなちょっと硬くて太い毛はスタイリングしないとゴワッとするだけなんで、ちゃんとスタイリングした方がいいです。こう過去の動画にもスタイリングの動画とか僕上げてるんで、もしよかったら見てください。夏ってね、服のレパートリーが少なくなってくるんで、やっぱり服飾とか髪型とかにね気にする時期になってくると思うんですけど、でワックスとかジェルとかつけて汗かくとベタベタになるから嫌だっていう人いるじゃないですか。セットしよう、マジで。服かっこよく決めてんのに髪の毛は適当ってよく考えたら、それコーディネートじゃないからね。髪の毛もコーディネートの一つだと思って、皆さんちゃんと髪の毛もセットしてください。愛知県豊田市の美容室なんですけど、一応僕の行ってる美容師さんのインスタグラムここに貼っとくんで、皆さんもしよかったらそこの美容師さんにエイスケさんみたいにハイライトとパーマかけたいですって言ってくれた、言ったらもう嫌そうな顔してやってくるんで、どうしても僕みたいな髪型になりたい人はそこに行ってください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。